どうも、わきです。パープルアプリやっていきましょう。今回はこちらの3700万ダウンロード記念大祝賀会ガチャを最大50連引いていきたいなと思います。はい、というわけで3700万ダウンロード記念のガチャがやってきたんですが、今回ついにあの山口が別バージョンとして登場していますね。山口の別バージョンに関してはずっと登場の噂があったんですが、まあこのタイミングで満を持して登場といった形になっております。そしてですね、なんといってもこのバナーを見ただけでは一体誰の別バージョンが登場したんだというぐらいイケメンになって再登場していますね。はい、山口というとですね、おそらく PSR で持っていると思うんですが、昔はですねこんな不気味なキャラクターでございましたと。はい、山口いるかな。山口いた。いや、これですよ。もともとはこれで、これサングラスとかをしてるわけでもないですもんね。この帽子がなくなると皆さんなんとですねこうなります。いや、これ違うだろさすがに、というね、一体帽子でどれだけの悪影響を受けているんだといったところではあるんですが、まあ性能もですねかなり良くなっているみたいなので、まあその辺のお話もしていきたいなと思います。はい、元々の山口はですね、謎のスタミナコツであったり、まあ変化キャラなのに、スペシャルタックが弱いともうたくさんの問題を抱えていたんですが、今回のこのバージョンの山口は、固有ボーナスもつきまして、かなり良くなっているみたいです。で、こちらに書いてあるんですが、投手なら先手必奪、野手なら鶴瓶打ち。皆さんこれどこかで見覚えがございませんか。そうですね、モンストコラボのあのルシファーと金徳が一緒でございます。で、なんとですね、テーブルもルシファーと同じみたいです。で、精神ボーナスとか持っている、まあ貴重なキャラクターになってくると思うんですが、まあ金徳が被ってるので、一緒には使えないというところで、もうこの山口に関しては完全にルシファー難民の皆さんに、こう、というところでコナミさんが作ったキャラクターなんじゃないかなと思っています。ルシファーに関してはモンストコラボだったので、まあおそらく大人の事情でなかなかこう、コラボがね復刻できないというところで再登場できていなかったので、まあその代わりにこの山口をという感じでおそらく作られたんでしょう。はい、でなので今までルシファーを持ってなくてアヘ変するときに精神ポイントが足らないとかっていう方はですね、ぜひこの山口手に入れておくべきだなと思っています。で、まあもちろん、僕もこの山口持っておきたいので、とりあえず SR を確保したいなと思っています。今回のガチャはですね、5回目にこの別バージョンの山口 SR1 枚確定がありますので、まあ最大ここまで引こうかなと思っています。まああとはですね、とりあえず SR 持っていれば、しこしこと解放を進められるんじゃないかなという感じですね。はい、まあというわけで攻略サイトを見ただけの情報ではあるんですが、まあ十分強いキャラクターだと思いますので、まあそのルシファーとねいろいろ被ったっていうところは残念ですが、ルシファー持ってない方にとっても間違いなくルシファーの代わりに十分なるキャラクターだと思いますので、まあもろもろですね引いていきたいなと思っております。はい、では行きましょう。ただちゃんと自分で使ってみてね、何かいいものルシファーよりもいいっていうところがあるかもしれませんので、しっかり使ってみたいなと思っています。はい、イベントで体力最大チャップとか、もうもろルシファーやなこれ。あと、いいやつが確率賞で手に入ったりもしますもんね。で、特能を見てみますと、対ピンチ、勝ち運、順能。あ、順能は昔はなかったかな。はい。という形になっています。OK。で、あ、そうだ、スタミナコツがなくなってるっていう、何よりものことを言うのを忘れていた。それがまず素晴らしいですね。スタミナコツがなくなっています。最高。前後が一緒だったらもう最、うわー、両方前指だ。本当にじゃあ、ルシファーと全く一緒だ。ルシファー難民のために作られたと言っても過言ではないですね、これはもう。はい、さあ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 、では続いていきましょう。3回目、さあ、お2枚来たよ。来い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 。うわー、くそ。で、今回バナー内キャラも結構いいですよね。神楽坂、鳴海が、まあ少なくとも含まれておりますので、まあここはね、現状でもかなり強いキャラクターというところで。あ、あと激闘友沢か。最近あんまりちょっと激闘友沢の出番が少なくなってきているかなというところではあるんですが、まあ少なくともこの二人はね、もう一戦級の選手でございますので、うん、今回のガチャは結構いいかなと思いますね。はい。じゃあ4回目行きましょう。
さあそろそろ見たいかな SR が。やっぱり口で説明するように目で見た方が早いんでね。はい、テーブルと見せてもらいましょう。おうち。さあラストじゃあいきますか。ここで確定でございます。さあ SR だったな、まあ、PSR が来てくれてもちょっと嬉しかったです。はい、曲の方はもちろん一緒で、こんな感じになっています。これ一緒ですよね、ルシファーと全く。てかもう多分どう考えても一緒だろうな。もうなんかこの全部合わせてきてる感じが、野手の金徳まで一緒ですもんね。だってそれはもう一緒だよな。あ、もう一緒だ、本当に全部一緒だ。固有ボーナスまで全部一緒だあ、全部一緒だすげえ、完璧に一緒です。笑っちゃうね。野手の金徳まで一緒っていうところがもう徹底してますね。はい、まあまあ唯一違うとするのであれば、ダブル得意練習じゃないというところですかね。はい、例えばちょっとまだあれですが、わかんないですけど脳筋強化とか、まあその他諸々いろいろありますから、ダブル得意練習じゃない方がいいっていう場合もありますのでね。そういった際にはこの山口の方が活躍するとか、あと天城とのコンボもありますので、まあその辺の使い方も出てくるのかなとは思っていますね。はい、んでどうしようかな、なんかな、変な、なんでな、なんか僕変なことやってたんですよねずっと。というのもですね、先ほどもお見せした通りですね、この山口僕 PSR プラス4なんですよね。でなんかまあ50にしといて別バージョンの PSR 引ければそっちにこうぶち込もうかななんていうところでずっと解放してきていたんですが、まあなのであんまり山口のねストックがないと、今プラス5にはおそらくできないと思います。まあ今後の通常のバージョンでももちろん解放狙いますが、こっちを先にあれしてもいいなとか、いろいろちょっと解放に関しては思うかなと、うん、まあいうところでございますね。まあちょっと僕も山口使ってですね、いろいろとまた皆さんとねお話ししていければいいなと思いますので、とりあえずそのルシファーと比べてこんな感じだと思いますとかっていうのあればね、ぜひ皆さんコメント欄の方に書いていっていただければ幸いでございます。はい、で、ゲドウクンゾー50-50ガチャもね来てるんでいきましょう。あれ、次の日本代表の試合っていつ、今日明日か、27か8どっちだったっけ。急に話は変わりますが、 OK。 というのもですね、ちょっとここ2日間ぐらい動画がね、いつもよりは本数少なかったと思うんですが、ちょっと東京遠征を 4,5 日しておりました。ずっとホテル暮らしです。で、昨日はですね、ウームゴルフっていうチャンネルがあるんですが、まあ、ウームの YouTuber の皆さんとですね、コンペをやってまいりました。今回第2回だったんですが、第1回の時はですね、優勝させていただいておりまして、ちょっと、それに向けてね、練習も最近頑張っていたので、ちょっとね、最近全体的に動画の本数が少なかったと思うんで、コンペも無事終わりまして、まあ、結果はですね、どうなったかはまだちょっと言えないんでね、ぜひ僕の実写チャンネルとかの方で見てください。また動画出します。概要欄に実写チャンネルありますので、ぜひ先に登録しておいていただければ嬉しいです。今回はなんと女子プロの方と2人っきりで回らせていただきました。本当に嬉しいことですね。はい、まあというわけでですね、まあちょっと落ち着いたので、僕もいろいろと6月5月ぐらいからですねずっと忙しかったんですけど、ちょっと一旦落ち着きましたので、またですね動画もどんどん出していきたいなと思っております。ぜひ皆さんね、栄冠9含めいろんな動画ね楽しんでいただければ幸いです。まあというわけで、ちょっと実写チャンネルの方もねあまりに忙しかったので更新できてなかったんですけど、またね力入れてやっていきたいと思いますので、皆さんぜひそちらの5000円ご視聴のほどもよろしくお願いします。またね面白い動画がねたくさん出せそうなんですよね。ゲームもね実写もね、ぜひ皆さん楽しみにしておいていただければ幸いです。はい、でこのパワープルアプリに関して思うのは、またなんかやっぱ強化とか来てほしいなと。個人的に相棒システムはすごい楽しくて、まあいいなと思ったんですが、やっぱりね新高校か強化来てほしいなと。脳筋強化、もう脳筋強化しましょう。この際脳筋強化しましょう。この動画でもたまたま出てきたんで、この際脳筋強化が来てくれれば嬉しいなと思っている所存ではございます。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでちょっとねこの2、3日ぐらいすごい暑くなったんでね、皆さん体調にはお気をつけください。特に部活やってるね中高生とかね、本当にね危ないからね、ちゃんと水分補給とってしっかりと部活頑張ってください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。